はい、こんにちは、箱たんです。今回はこれ、この安くて薄い飛行機、ちょっと見た目はあんまかっこよくないけど、これ Amazon でだいたい5000円ぐらいで売ってます。で、Amazon でもうちょっと出せばもうちょっとかっこいい飛行機とかあるんだけど、いろいろ技的な問題とかあって、これは DRC さんなので国内認証済みっていうことで今回これにしました。で、飛行機のラジコン初めてなので、これだと結構飛ばすのが簡単そうなので、なんかね、操縦が結構簡単そう。普通の飛行機だとエルロンとかエレベーターとかラダーとかついてて、初心者にはちょっと操縦が難しいので、これはなんか2個ついてるプロペラの出力だけで曲がったり上昇下降したりするらしいので、ただすごい軽いのでちょっと風がある時には飛ばせないみたいなんだけど、というわけで早速外に持って行って開封して飛ばします。はい、公園にやってきました。大ちゃん開封してください。そう一回ちょっと充電せなんかったけん、開けたのは開けたけど未開封新品じゃねえやんそうそう、新品じゃねえやんこれ逆やしあー、なんか落ちた。これ安かったよ、5000円ぐらいやった。バッテリー、バッテリーがね、あ、貸して。3つだ。そう、バッテリーがさ、そうそう、このちっちゃいバッテリーが3つも入ってます。そしてバッテリーだけじゃなくて充電器もね、2つついてる。すごい親切よね。まずコントローラー、ちゃんと日本語マニュアルの説明書がついてますちょっと風吹いてきたね、やばいね、すごい軽い。こう、あんなに、あの駄菓子屋さんとかさ、ね、昔よく売り寄ったあのゴム巻いて飛ばすようなやつ、あんな感じよね。そうね、うん、見た目はね。これは予備パーツ、うん、プロペラが2個入って、あ、予備パーツある。車輪がついとるね、スピード設定。そしてこっちが LED ライト点灯、そしてここがスロットル。これバネが入ってて下にこう勝手に戻るようになってます。で、この右側が左右か。この操縦自体はもうほんとすごいシンプル。事前の情報としては、アクセルを全開にしすぎると、逆に失速するらしい。上向きすぎたりして。ああ、なるほど、そうそう、そこを気をつけたらなんか割と飛ばせるみたい。あと風、風が吹いとったらちょっとだいぶ流される。軽いけん、すごい軽いよね本当に、付属品はこのタイヤとこのプロペラ2つ、これとあとプラスドライバーがついてます。そしたら送信機の裏のネジを緩めて電池を入れます。電池は単三電池が3本、トライアルで買ってきた電池を3本入れます。電池を3本入れて、お、ピッて言ったね。説明書の字はすごく小さいです。そしたら次は本体のバッテリーを乗せます。はい、あ、開けてくれたん。開けました。コネクタを差し込んで、どう入れるんだろうね。配線がちょっと待って、これどう、え、どうやったら収まる？ね？ちょっと待ってよ、知恵の輪みたいになったかな。これで収まらんね。ちょっと待ってこれ。あ、これでいけそう。あ、いけたね。結構結構ぎゅうぎゅう。このコネクターとこの配線があるので結構ぎゅうぎゅうです。なんとか入りました。あ、ほんとね、めっちゃ薄っぺらい人になった。でかくないでもその人比率。そうね、そうね、足がこの辺先端あるよね多分。もう救急や、救急やね。エコノミー症候群になるエコノミー症候群になりそうだね、なんか機体が曲がっとる気がする。あ、機体ね、もうこんなもんか。そんなもんやね。機体のどっちの電源から入れるパターン、これ
もう送信機から入れていいんかな、じゃあ。ペアリングした？してない。本体とリモコンに電池を入れて両方の電源スイッチを入れます。あ、順番関係なし。うん。そしたら送信機の電源を入れて、そして本体はこれか、スイッチ。うん。本体のスイッチを入れます。反対？こうか。お、LED ついとる。両方のライトが点滅していますか？はい、点滅しています。あ、なんか押しちゃった。うん、点滅しています。飛行機を平らな地面に置いてください。はい。平らな地面？地面かな、これは。スロットルを一番上に押してから、はい、リモコンの、ちょっとこれどけとこう。リモコンのスロットルを一番上に押してから、お、なんか言った。次に一番下にも押します。はい。成功すると両方のライトが点灯します。点灯しとる。あ、しとる。こっちはついとる。あ、点灯しとるね。あ、ついとるね。こっちも点灯、点滅から点灯に変わりました。で、はい、で、地上から離陸。あ、もうこれで動くん？うん。このボタン何これ？ここのなんか2つある丸いボタン。トリム調整。あ、トリムか。右行きすぎたり左行きすぎたりしたら、うん、もう飛ばしてからか、じゃあこれは。あとリチウム電池日向に置いとくとあんま良くないので、日陰に置いときます。おーい。膨らむからね。いけるんかな？うん。お、回った。静かに回った。おお、これで手から飛ばしたらいいんかな。いや、地上から。地上から？うん。これいける？このテーブルで。このテーブル滑走路でいけるかな。スタート。おお、おお、すごいやん。めっちゃ簡単やん。すごいすごいすごい。え、こんな簡単に飛ぶ？あ、落ちた。え、ちょっと待って、これめっちゃ簡単やん。手から飛ばせるかやってみようか。お、いけたね。やばい、どっか行った。なくなったね。なくなった。結構派手なのにね。これを動かしてみたい。あ、そっか。あ、なんか音がした今。なんか上の方で音するね。あ、なんか木の上の方で音がする。え、あった。あった、ここに。あ、ちゃんと LED が光っとるやん。よかった、あった。もう風に流されるよ。
え、こんなに飛ぶんやね。うん。滑走路から行く？ここから行く？もうちょい開けていいかもしれない。へい。ね、簡単やろ？おお。大ちゃん、タイヤがなくなった。車輪はもう一個入っちゃったっていうね。車輪、そうよね。車輪の予備いるよね、これ。やっぱ車輪ないとバランス狂うんかな。ちょっと飛ばしてみよう。おう。飛ぶね。うん。車輪がなくなっても飛びます。よかった。明るすぎて、もう。あ、白飛びしとる。うん。あ、画面がね。うん。充電3つとも使ってしまったね。今日ここまで。Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.